レスリングの吉田沙保里選手が1日 IBOC 国際オリンピック委員会の理事会が開かれていたロシアから成田空港に帰国し、レスリングがオリンピック実施競技の最終候補に残ったことについてほっとしていると話しました。はい、今率直な感想はもうほっとしていると、本当に良かったなという気持ちです。これまで、100万人近くの署名を集めて、協力してくださった皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、けどまだ戦いはこれから続くし、これからが大事な、勝負になるので、気を抜かず頑張っていきたいなと思います。現役で、試合もあるんですけど、とりあえず、この3枠に残れたので、次の、目標は自分の、試合大会明治杯で優勝して、また9月の世界選手権の代表になると、それから、決まったら、またこのレスリングが残れるか残れないかという、戦いが待ってますので、一つずつクリアしていって、本当に決められたことを一生懸命、頑張っていきたいなと思います。IOC の、おかげと申しますか、 IOC が、レスリングしっかりしろよというアドバイスをしていただいて、そして IF が改革することができて本当に感謝していますし、また100万に近いご支援をいただいたということが私たちを背中を押してくれ、そして、心を動かしてくれてここまで来たと思います。本当に皆さんに心から感謝いたします。まだ予選通過ですけども、9月の決勝に向けて頑張ります。